天才少女エリ殿のお肌は果たしてどんな触り心地なのか調べる必要があるね。少しでもそれでお前が天才に近づいてくれるといいんだが。ビータン、こいつある部分では天才だなーって感じるときない？結構あるつもりなんだけど。まあたった今とか、どうしてそんなに自分に自信を持てるのか、呆れ、あ、いや、すごいと思うことはあるな。呆れるって言っちゃった後に訂正されてもね。ちょっと待って。なんという刺激。何かを学べたな。うん、以上で報告は終了です。コンピューターの不調に住民の精神ケアか。大きな事件ではないが、小さなほころびが大問題につながることもある。よく解決してくれた、ピクシーチーム。いえいえ、それほどでも。他に報告することはないかね。それはないと思いますよ。あとはみんないつも通りに過ごしてます。そうか、それなら良い。では引き続き任務を遂行するように頼んだぞ、ピクシーチーム。ラジャー。わあ、終わった終わった。カメポン、今日はちょっと早いけど、もうお休みにしない？本当に良かったのだろうか。ああ、やっぱり気にしてる。我々は怪盗 H と思われる宇宙人の調査も行っていた。結果、貴重な情報も得られた。それを報告しなかったのは上官への反逆に当たらないだろうか。当たらないって。調べる必要はないって言われただけで、絶対調べるなとは言われてないんだから。禁止されてないなら個人的に調べても問題ないでしょ。そう、これはビータンたちの趣味なんだよ。なんだその理屈は。だが、そうだな、そう言ってもらえると少し心が軽くなる。あれ、それってもしかしてビータンに感謝してるってこと？惚れ直しちゃったってこと？惚れてなどいない。調子に乗るな。チェー、攻略難易度高いよね、カメポンは。これから先、今までのようにはいかないだろうな。まあ、司令官に隠し事してるのは確かだしね。ああ、これまでうまくやれていたつもりだったが、ままならないな。怪盗 H、 彼女がこれ以上の波乱を呼ばなければいいのだが。
遅い。今まで何をしていたの？今日はこれからミナミンと遊ぶんだ。もうちょっと待ってな。どこへ行く気？リリーパッドやけど。それはよかった。自分と一緒に行きましょう。ちょ、マジや。ソルトが用事あるからって一人で行くんやなかったかい？もう行ってきた。潜入はできた。でも失敗した。協力者アルマルスの手違い、ひどい目に遭った。何それ。まあ言うてもあいつの本拠地でもあるわけやしな。ソルト、お前でもそう簡単にはいかんのやね。だからお前の力を借りたい。また自分にも予想ができないアクシデントが起きるかもしれないから。あたいは直接戦え言うとるよ。まあ、あの男から盗んだウイルスの改良型くらいは貸したるわ。どうしてそんなに消極的なの？リリーパッドにはそのミナミもいる。放っておいたら危ないかもしれない。まあ大丈夫やろ。それにミナミンともそこまで深い関係とちゃうし、そん時はそん時や。嘘。あなたは本来そこまで薄情じゃない。まだあいつにやられたことがトラウマになってるのよ。何年前の話やねん、それ。関係ないわ。この効果を見つめなさい。目を離さない。五円玉。そんな古典的な代物でこのピー様が。そう、それでいい。あなたはだんだん意識改革したくなる。頭が。そのままいいね。聞いてきた。あたいの本当の使命は秩序を守ること。そう、のんびりゲームなんてやってる場合じゃない。守る、それがあたいの使命。思い出せたようね。頭ズッキズキする。荒療治してくれるやん、ソルトさん。手駒は増えた。これなら今度こそいける。あいつがいないうちに接触をする。リリーパッド、次は真正面から乗り込んでやる。待ってて、この身、必ずあなたを取り返すわ。他がどうなろうと。次回、リリーパッドに銀河からの訪問者が再来。友達を増やすコツってなんだろう。それはためらわないことさ。